笑顔カレンダー2014トークやっと完成しました。今回は和をモチーフとして、昨年の藍色で、あと笑顔カレンダー東北の文字も大きくで、後ろの方にもたくさんの笑顔が映っているように大変分かりやすいものにしました。まず宮城県では仙台ロフト、あと仙台エール文具の森、あとブックスなりは多賀城店、ブックスなりは古川店、オフィスベンダー南吉成本店、オフィスベンダー中野店、オフィスベンダー西中田店、オフィスベンダー東水塚店、破壊沢長町本店、それと福島県ブックスなりは会津若松店、あとこれには記載してないんですけども、岩手県の沢屋書店さん本店で一応取り扱いが決定しております。現段階では9に関しては12年版13年版とともに全部売上の一部を寄付しておりますので、14年版も継続して売上の一部は寄付していきたいと思っております。13年版に関しては岩手県は、釜石市、大船渡市、宮城県に関しては七ヶ浜町、東松島市、福島県に関しては、南相馬市、浪江町、以上6市町村に寄付しております。笑顔カレンダー東北の売り上げがもうちょっと伸びてきたら、市町村単位ではなく一個一個の学校単位での売り上げの一部の寄付を考えておりますので、購入してくださったらありがたいです。その一部が全て子どもたちの笑顔につながっていきますので、笑顔カレンダー2014東北、今回は宮城県の各書店で販売しております。岩手県と福島県でも販売しております。ぜひ一部980円なので、ぜひ皆さん購入してください。よろしくお願いします。